それではメタルギアソリッド4プレイステーション3の実機プレゼンを行いたいと思います。メタルギアソリッドはですね、隠れて進むステルスアクションです。本作もそれは変わっていません。ただ潜入する場所がですね、戦場というシチュエーションです。今回その戦場というシチュエーションにですね、スネークが潜入してどのようにステルスゲームが変わっていくのかっていうのを今日はお見せしたいと思います。これが某中東です。ここはですね、A 国が雇っている PMC 傭兵たちとですね、 B 国の民兵とが戦っている戦場ということになります。そこにスネークが潜入しているということですね。このエリアは A 国が雇っている PMC が制圧しているところになります。スネーク今ソリッドアイで、これ暗視ゴーグルですけども、これ双眼鏡の代わりになりますけど、これで前方を見ました。今見えました。これが A 国が雇っている PMC ですね。こちらの方に索敵をして進軍していますので、見つかってはいけないと、隠れましょうということで、目の前に銅像がありました。スタチューカムというのをですね、今選んでます。これで銅像のふりをすると、はい、大切なところも隠しております。この状態でですね、ちょっとじっとします。動いてしまうと見つかるので、向こうから PMC が来てますね。 PMC が、まあ、民兵を探しているところですね。これは制圧地帯なので、こうじっとこらえて、これがステルスアクションですね。 PMC がそれぞれバディに分かれてですね、離れていきます。この今右スティックでぐるぐる回しているんですけど、あれですね、離れてきましたね。よかったと。ところでスタチューガムを外して通常のスニーキングスですね、それに戻りましたと。はい、潜入を開始します。今回こう中腰の潜入アクションも当然ありますね。階段を上がって、でこのスニーキングスーツの特徴をちょっと説明したいんですけども、壁あるいは床に張り付くと、このようにですね、壁床の素材質感をそのままコピーする特殊なスーツですね。このように張り付きながら移動もできます。そして覗き込みをしたところ、前方に PMC がいます。はい、今度は床の素材を取り込みました。はい、そしてここで壁の素材を取り込んで擬態をしているところですね。PMC が気づかずに後ろから近づいて、これ CQC の一種ですけども、今回銃を弾き飛ばして敵兵の持っている装備を奪うことができると。これは CQC なんですけど、柔道というですね、締めて気絶をさせているところです。あまり戦場に介入しない進み方を言います。で、武器を今取りました。また PMC がいるのでゴロゴロと、そしてまた床のテクスチャーを置くとかもですけど、これは死んだふりでもありますね。 PMC がゆっくり進んでですね、はい、動くな、ホールドアップですね。ホールドアップで敵の銃を奪い、さらにですね、ここでボディチェックをします。敵兵の持っている装備なんかを取ることが今回からできるように。落ちましたね。で、その弾薬ですね、これを取って進んでいきます。はい、進んでいきます。中腰でちょっと腰が痛いですよね。また前方に PMC がいるので、これタコカムで、今回覗き込み撃ちと、この肩口で撃つことができる。はい、麻酔銃で眠らせましたと。前方に広い空間があります。ここにも PMC がいるかもしれませんので、ソリッドアイで見てみますと、あ、いましたね、いましたね。保証がいます。ではここで狙撃銃ですね、のように、これスイッチ、右手のスイッチ、これ麻酔銃ですけども、今1人倒します。
ようにズームを使って倒すこともできると。下の方に一人 PMC がいます。今度ナイフを使ってみましょう。ナイフはですね、普通に切りつけるというのもできますし、これはスタンナイフを兼ねてますので、ボタン操作で、これナイフですね、このように電流を流して敵を気絶させることもできると。はい、これタコカムイです。はい、ぶら下がって配慮を取ったと。ゆっくり進んでスタンナイフでビリビリと、はい、気絶させましたね。今のところ戦場に介入してません。前方にまた PMC がいました。ここドラム缶が多いのでドラム缶をかぶりました。メタルといえば段ボールが人気のアイテムでしたけども、段ボールは撃たれると潰れてしまいますけど、ドラム缶はそれよりも強いと、弾を弾いたりするので段ボールよりは安心感があるというようなアイテムですね。動いてしまうと見つかるので、はい、ゆっくり音を立てないようですね。ドラム缶でこの転がってドラム缶アタックというのができます。ぐるぐる回ってしまったので当然気持ち悪くなってですね、このような若干ちょっと気分が悪くなったんですね。メタルでは非常に人気のグラビア本というのがありますけど、これ今回もあります。今回はページ数が増えました。このようにですね、自分でいろんなページを見て回復するということですね。これは敵に使ったりもできます。そして銃を構えるとこのように肩越しで、このスイッチですけど進むことができます。これコーナーをこれでカッティングパイクリアリングで、そしてここですね、 FPS の視点でゲームができます。でこれは6軸センサーのついたコントローラーを傾けるとこのような覗き込みができるようになっています。このままで最後までゲームをすることができるので、 FPS 好きの方はこれで遊んでいただければと思います。タコカム PMC が、はい、こっちに来ましたのでゴミ箱に隠れました。当然ゴミ箱の中は非常にこう匂うのでですね、ここに入ると匂いがついて見つかりやすくなりますので気をつけてくださいね。早いところです。麻酔銃で敵を撃たれました。ゴミ箱から出てくる、ここ注目なんですけども、六軸センサーを振るとですね、オプトカムがこのように初期状態に戻ったりするというギミックも入っています。ここはポリゴンのデモですけども、警戒しながらカメラ動かしたりしますけどね。